ワシントントモーゼス・レイク元アメリカ軍の軍用施設に高田がインフレーターの工場を作った、はいうんでんでかというとじゃあそれアメリカ製だけなのかそつたら高田は全部インフレーターはそこなのよ日本で作れないのよのそれはつまりあのプロペラントというかまあ爆発する火薬だからですか火薬だからその火薬法っていう法律があってね 火薬取締法はもう大変なんですよね、うん、ダイセルっていうインフレーターメーカーが日本で唯一姫路で工場を持ってるんだけど、うん、それも小学校から何メートル何キロ開けなきゃいけないとか大変なことやんなきゃいけないでもともとダイセルはねあの火薬を作る花火とか会社だったんでまあそういう設備はもともとあったと。高田が新しくそのインフレーター火薬を作る時に日本じゃ工場作れないから規制があって。しかも扱う人が火薬取り 扱いいいいがないといけなとけ、はいはい、アメリカは意外ともうその軍事技術がものすごい世界最大の武器弾薬製造国でしょだからいっぱい設備があるんでアメリカ軍のいらなくなった施設をの土地の上にワシントンになんでワシントンかあったら元アメリカ軍の、うんうん、敷地だったんだけどねどそこにインフレーター工場を作ってそっから。 メキシコとドイツと中国に持ってってエアバを作ってるのよ。じゃあそもそもアセンブリーに問題というよりは、もっとそのユニットを作ってるその根本の工場の品質管理に問題があったということなんですかね。そこも分かんないのよ。もしかしたらそのメキシコ工場で部品棚に置いといたものがその吸湿性って,ってね水吸いやすいので。 それで硝酸アンモニアをもともと他のメーカーはもっとコストの高い違うものを使うんだけど硝酸アンモニアの前は僕がこの本を書いた時は書いてあるんだけどアジカナトリウムって言ってましたよね、うん、でそれは多分後になんか毒性があるとこで使われなくなったやつですよねさすが高平さんだないやなんか聞いたことがありますよ 基礎混入時間がいっぱいあったじゃない。はい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 。で、アジカナトリウムつまりアジカソーダは、まあその毒性があるということで厚生省が毒物指定してしたということと、あとエアバッグが急速に増やしめたんで、廃棄のことを考えたら、うん、あの土壌に出てしまうだろうとシュレッダーかけると。うん、それでアジカソーダはやっぱ環境汚染のことを気にしたんだね。それですぐにやめたの。 そそれでその代替物質として硝酸アンモニアが出てきたんだけどこいつはコストはものすごく安いとだけどその吸湿性があって水を吸いやすいので不安定になりやすいとあともう一つその分子構造がそのある50度80度110何度っていうあるその温度のピークのところで物質が相転移するというね 相点あのなんか物質がこう変わってしまう分子構造がふっとこう変わってしまう変な特性を持ってるとその温度のところで保管すると火薬だからそのパウダーをそのペレット状に圧力かけてグッとこう火薬だからこうおにぎりみたいにするんだけど勝手に物質がの組成が変わっちゃうとこの,この密度が変わってゆるゆるになっちゃうと。ゆるゆるになるとペレインフレーターで長い間車使われてて。 こういうふうに動いてバラバラになっていくとあるペレットがその粉になっていくと、えー、面積が表面積が増えて空気との触れる面積が増えるから爆発力が上がっていっちゃうとなるほど俺ね火薬ってね重量,、うん、容量、容積で決まるのかと思ったら空気と触れる面積なんだってつまり酸化しやすいかどうかっていうことですね。 初めてだから何人か一応聞いてみたんですよ中枢の人ではなかったのかもしれないんですけどどう考えても湿気を抑える管理が悪くてそれで火薬がより爆発するようになりましたっていうのはあれ誰もそれ納得できない普通だったら湿って火がつかなくなるんじゃないんですかっていうふうに単純に考えてると思うんですよ皆さん世の中の人。今初めて分かったななるほどぜ 誤爆って言ったら変ですね暴爆だねあの暴走想定以上の爆発力でどのくらい爆発力が増えるのかって聞いたら六倍えっ6三十メガが百八十メガだよつまり千八百0気圧だよこんなも建物吹っ飛ぶよそれはすごい、うん、なるほど知らないこといっぱいあるな、うん、でこれを日本で研究してるのは、うん 産業総合研究所産総研というところだけだね公的機関では。いやもう日本はとにかく火薬はもう,もういっぱいあるじゃないですかそれこそあのアクティブボンネットだそのドアの緊急脱出装置だ、うん、もうとにかく火薬使うようなものはお上が絶対ダメよダメダメって,ってだだから海外で作るしかないのよそれでその治験もね産総研というところがねやって、まあ、大学もいくつかあるんだけどまあとにかく硝酸ナトリウムは。 あの小酸アンモニウムはその非常に安いけど不安定な物質なんでそれで高田はパテントを取ったのよその総転移つってその分子構造が変わるのを回避する製造何かを混ぜて作るとそれである常温の温度車が最も使われるような1 0 0 °以下の温度ではそういうことがないようなパテントにしてその不安定な物質の 硝酸アンモニウムを使うことになったのねでそこまで高田のサクセス,ストーリーなんだよ分かったそれで安いコストで世界中に出てた、うんうん、ところがところが今回の問題はどうもホンダもいろいろ調べていくとその最初にホンダの A バッグが問題になったのは2 0 0 8年なんだけど それの製造した年月日が20012年のワシントンで作られた、うんうん、最初の2年間ぐらいペレットをあその硝酸ア,アンモニアをペレットをプレスでその押し付けて、まあ、型にしてペレットにするんだよねこれの荷重試験の荷重を測ってなかった時代が2年間だけあったらしいのつまりそれは製造上の問題だよね、うん リコールと言われ始めてからの対応や公聴、うんね、会でとかメディア管理がどうのこうのとかっていうのあとは全く別に誰もその大元の何が起こったのかってこと分かってなかったから、うんうん、だからそれでまずその製造上の問題があるとだけどじゃあそこだけだったら限定できるわけよ、ね、その体の悪いところの病巣が分かったら、うん、ここからこう切れば。 リコールはもう明確に限定できるのだけどホンダは今回ね調査リコールっつってそれ以外もあるんじゃないかとその,あの圧力でプレスで潰してる以外の工程でももしかしたらあるかも分かんないぐらい高田のワシントン州のその工場の品質管理は悪いんだったそうか、うん、じゃあやっぱり本当にみんなで協力して。 もうここれ以上ななんか出てこないううちに、うん、もうとにかく原因を探ろうよう、うん、で、なんで世界の,そのリコードの対象はトヨタもね GMO フォードもみんな入ってるわけだよ。なんでこれだけのね産業界がいてエアバッグの原因一つ分かんないのかってたら全部火薬の工場なんで近づけないあるスペシャルな人たちしか許されないそういうあのまあ秘密の 基地だったわけでもともと軍の,その弾薬のね工場でしょだからそういうものを使ってるんだってことだでもホンダはもう20078年以降もうずっとこの問題をね追いかけながらやっとその答えに今近づきつつあるとそのために今あのワールドチームで全部みんなのデータを出し合ってどこの範囲まで限定すればいいかということで。 まあ調査調査のためのリコールを本来やってるいやこれはね多分みんなあの、あ、ようやくここで少し安心して、うん、じゃあ次どうなるかなとこういうことはもうまあアメリカの普通のその車のユーザーたちももう全く知らないであの。 公聴会に出て上院下院議員がまあ、ね、エスカレートしてたた高田やホンダを叩いてで怪我した人が私の目は確かにそのところだけ切り取れば絶対にあってはならないことなんだけどだからといってエアバッグは全て悪しきものというふうに考えると一方でエアバッグは3万人4万人の人の命を救ってきたという現実もあるからでこれは副作用じゃなくてエアバッグって副作用あったけどやっぱ医療ミスなんだよね。 薬の副作用じゃなくて医療ミスなので早くこれは対策しなきゃいけないとだけど全世界の自動車メーカーが後手後手に回ってるように私たちは思ってしまうのは相手が火薬だからなるほどね爆発した後は何も残ってないとなるほどね <laughs>、うん、確かにもうだってそれを検証するっていうのもその特殊な知識を持ってる人しかできないってことです場の、うん 管理の状態、湿度がどうだったのなんていうのは従業員もいないし、まあ、ちょっとこれはあのいくつもの,そのステージに分かれてる問題なんで、うん、これはまあ今清水さんから大変な特情報を聞かせていただいて引き続きとにかく取材していかないと、うん、あの被害の範囲が広いし僕は最後に言っときたいのは高田っていい会社なんですよ。 もともとシートベルトメーカーだったからプリテンショナーベルトと、まあそこも火薬使ってるのねエアバッグの連携プレーでもう10ミリセックの世界の中で細かくプリテンでやってエアバッグ開いて出てきたらベルトフォースリミッターで緩めてなんてあんなことを各自動車メーカーの車体構造が異なるその物理特性の中でエアバッグのタイミングを正確に合わせてなんてことをやって成長してきたから。 あの NHTSA の人が日本に来た時に必ず高田に寄って帰るっていうぐらいあの表彰状も終わってるしいい会社なの設計的にはねだ,だからこそですよそそだけどアメリカのその、ね、根元のインフレーターの火薬を詰めるところの工場の管理だけ非常にずさんだったっていう事実が今見えてきてる、うん、でそこは引き続き取材してきてますか、ねはい、わ分かりましたちょっと まだ、そんな簡単には収まらないかもしれないんで、うん、あの引き続き掘ってください。掘ります。はい